モカちゃん、こんばんは。明日の待ち合わせ、改めて連絡です。ランちゃんもモカちゃんのこと心配して。違う、私がモカちゃんに伝えたいのはこれじゃないよね。ランちゃんも制作すっごく頑張ってるみたいだから、一緒に見に行きたいな。それじゃあまた明日ね。送信と。モカちゃん、お願い、元気なモカちゃんに戻って。怖い。作品を見たり、ランと話すのが。でも、行かなかったらきっと、みんな心配する。その方が、私は嫌だ。オッケー。サンキュー、すぐー。行こう。明日。作品展って言うからすっごくお堅い感じなのかと思ったけど、案外そんなことないね。それに作品もかっこいいやつが多くて見応えあるな。かっこいいやつって？なんかほら、シュッとしててかっこいいだろ。なんとなくわかる気がする。みんなこっちだよ。よ、来たぞ。ちょうど今来たところでね。思ったより私たちでも見やすい雰囲気でほっとしてたとこなんだ。出展側も若いし、作品もスタイリッシュで洗練されたものが多いから見やすいんじゃないかな。そうそう、それだよ。かっこいい作品がいっぱいあるよな。ランちゃんの作品は？こっちだよ。これが私の作品。なんか角って感じの作品だな。渋いっていうか、こういう感じ、なんて言ったらいいんだ。周りの作品に比べるとちょっと古臭いかもね。私は角から離れてた期間が長いし、今回は一番ベーシックな美しさみたいなものを目指したんだ。だから、巴の感想の通りだと思う。何でも基本が一番大事だもんね。私は凛としてて素敵な作品だと思うな。使ってる花にももちろんこだわってみたんだ。気づいたかな、これ。大きくて華やかなお花だね。そうだけど、そうじゃなくて、この花なんていう名前だっけ？サザンカ。もうみんななんで名前が出てこないの？特にモカ。え？この花、私たちが初めてお店屋さんごっこした時、パンの代金の代わりにモカにあげた花なんだけど。お店屋さんごっこ？覚えてない。あげたのに。ううん、お花をもらったことは覚えてるけど、お花の名前まではごめん。あの時モカに声をかけてもらって、私たちは友達になって、全部が始まった。いつも一番に私を見守ってくれて、背中を押してくれたみんなに恩返しじゃないけど、私にとっては名前の蘭より大事な花だよ。みんなと出会えた花だから。それでこの花を使ったの？そうだけど、誰も覚えてないなんて。悪い。ま、あんな小さい頃じゃそっか。蘭ちゃん、そんなに私たちのことを大切に思って作品を作ってくれていたんだね。なんだか私ちょっとズグのそんな顔見たら、
とやめてよ。嘘嘘、サザンカは思い出の花でも何でもないよ。ほら泣かないでよ。あ、ランだけがずっとずっと大切にしてくれていたお花、私も覚えてなかったような。ランが華道に向き合ってくれてたこと、こうやって作品を作って私たちに見せてくれたこと、作品に使ったランだけが覚えていてくれたお花、サザンカをくれたあの日から今もずっとランのそばには私たちがいるんだ。いやー、ラン、私も泣けてきちゃったよ。しくしく。モカ、こういう時くらいふざけるのやめろよな。素敵なお花、今日来られてよかったな。うん、見てもらえてよかった。